ココチューブ。みなさんこんにちは、花城ココアです。見ての通りじゃん、コメダコーヒーのテイクアウトを買ってきました。実はコメダコーヒーさんテイクアウトもやっておりまして、今回お家でご飯を食べようと買ってまいりました。現在の時間ね、正午なんですけども、私にとってはちょうど起きたばっかりということで、朝ごはんとして食べていきたいと思います。いやー、コメダコーヒーが朝ごはんなんて贅沢。ココチューブ。それでは一点一点紹介していきたいと思います。こちら、ハムトースト、味噌カツパン、ミニヒレカツプレート、これは2つに分けてきました。そしてたっぷりアイスオーレ。飲み物テイクアウトするとこうやって豆菓子もついてくるんですね。では早速こちらを食べていきたいと思います。ちょっと器に移し替えます。はい、お皿に移し替えました。ワンプレートにするとすごいボリュームですね。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。いやー、最高の朝ごはんだわ。たっぷりアイスオーレからいただきます。あー、朝のコーヒーって美味しい。うん、サラダからいただきます。ミニヒレカツプレートについてきたサラダです。なんとね、これドレッシング2種類ついてきました。一日の最初の始まりがサラダだとなんか健康的な気がする。うん、私毎日料理してるんですけど、キャベツの千切りだけはね苦手。こんなに綺麗にね細くできないんですよね。スライサーでやっちゃいます。おいしい。ではハムトーストいただきます。見た目でね、わかるかわかんないんですけど、すごいボリュームなんですよ。今回ね、頼んだやつ全部なんですけど、初めて食べる商品です。だからすごい楽しみです。いつもね、お店行っちゃうとね、卵サンドとかね、卵トーストとかピザトーストとかばっかり食べちゃうから、ちょっと新鮮です。では、初のハムトーストいただきます。レタスがパリッパリで美味しい。キュウリも入ってます。懐かしい味。小学校の頃とかよくね、こういうハムトースト食べてた気がする。美味しい。ハムトーストってほとんど野菜だから、さっぱりしてて美味しいですよね。シャキシャキしてる。パンと一緒にサラダを食べている感じ。美味しい。朝ごはんにぴったりですね。トーストにするか焼いてないサンドにするか悩んだんですけど、焼いてあるのにして正解でした。すごい美味しいです。中のね、具材がね、生ものだから、周りが焼いてあるとね、またね、香ばしさが出て美味しい。では意外と初めて食べます、味噌カツ。すっごい分厚いの。ちょっとね、私と比べるとね、大きさが伝わらないんですけど、本当に大きい。これ一切れで一人前ぐらいの大きさです。分厚いで味噌カツだからね、上にね、味噌が乗ってます。口に入るかな。まずね、一口目に噛むとね、味噌カツのカツがサクッとしてすごい美味しいんですよ。で、味噌が甘じょっぱくてね、食が進む味。味噌カツってあんまり食べたことなかったけど、美味しい。しょっぱいのかなと思ったけど、甘さがあるから割と優しめの味です。すごいソースが乗ってるのにサクサク、衣が強い。下にちょっと野菜が入ってる感じです。すごいボリューミー。さすが名古屋。普通のソースカツより好きかもしれない。ボリュームいっぱいだけどペロリですよ。すぐ食べられちゃう。コメダコーヒーのボリューム半端ないですよね。ココチューブだぴょん。ヒレカツをいただきたいと思います。これもソースがね、別添えであったのでかけました。ではいただきます。お肉があそこまで脂身がないのに柔らかい。いい意味で鶏肉みたいです。本当にふわふわで柔らかい。今回頼んだのがミニヒレカツプレートなんですよ。ヒレカツ3つにパンが1つ入ってミニ。全然ミニじゃない。1人で食べるならミニサイズがおすすめってぐらいボリュームがすごい。
これでミニって通常サイズすごいよね。ではヒレカツについてきたパンを食べます。これ初めて食べる。4等分に切れ目が入ってて、バターがねちょっと真ん中に蹴られてます。あ、美味しい。ふわふわ。なにこれ、このバターも美味しい。食感はね、白ノワールに似てます。白ノワールよりも甘さは控えめだけど、ほんのり甘くてしょっぱいバターと合う。このパン確かね、こういうプレートとかとねセットじゃないと単品とかでなかった気がするから、これ食べないと食べられないんですよ。レア。このパンたちとコーヒーの相性が抜群。2個目のハムトースト。コメダの食パン美味しい。食パンもね、テイクアウトで売ってるんですよね。いつか買ってみたい。ここチューブ。真ん中すごーい。断面もえ。どうやって食べよう。こうかな。こうだよね。ダメだ。上のパンまで口に入らん。普段このねシリーズのパンだとエビカツが好きです。うん、今さら気づいたけど玉ねぎの薄切りみたいのも入ってる。美味しい。ネギ大好き。天地返ししよう。なんかこの状態でずっとねこうやって食べてると、下ばっかり食べちゃって上まで口が入んなくてね、下のねパンばっかり減ってっちゃうんですよ。だから大体私ね、ハンバーガーとか食べるときもね、反対にこうやって裏返してバランスよく食べられるようにしてます。これ天地返しって言います。いつもに増してコーヒーが美味しい。ずっと今までね、コメダ行ってもホットコーヒーとかね、ホットのものをね頼んでたけどね、やっとアイスコーヒーの季節になりましたね。もう暑いもん、外も。もうクーラーつけないと生きていけない。123キロの私にとって夏は敵や。ココチューブ。コメダの揚げ物って衣がザクザクですっごいハードなんですよ。あえてザクザクにしてると思うんですけど、ただねザクザクだったら絶対に重いだけなの。中に入ってるお肉がほわほわで柔らかいから、すっごいバランスが取れてるんですよね。人間に例えると見た目イカチーノに中身優しい人みたいな、あのロールキャベツ男子の逆、ロースカツ男子って感じ。わかります？これわかる？私はどっちかっていうとね、ロースカツ男子の方が好きだな。ロールキャベツ男子は見た目がすごいふわっとしてるのに中が肉食って感じでしょ。私はロースカツ男子がいいな。昔ね、会社勤めしてた時にアイスコーヒーだけは飲み放題だったんですよ。いや多分飲み放題じゃなかったんだけど、まあ飲んでもいいよって言われてたのでアイスコーヒーばっか飲んでたんですよ。でその当時ね、なぜかねミルクの入ったコーヒーがあんまり好きじゃなくて、ずっとブラックでアイスコーヒーを飲んでたんですよ。で空腹でもアイスコーヒー、時間が空くたびにアイスコーヒーを飲んでたんですけど、そしたらね胃がね荒れちゃって、でそれからねミルクをねたまに入れるようにするようになったんですよ。そしたらねミルクありのアイスコーヒーも美味しいんだと思って、そっからねカフェオレとかも好きになりました。いやー結構お腹いっぱいになってきた。やっぱすごいね、コメダコーヒー。なんか数人で行ってね、シェアして食べるとね、いろんな種類が食べられるからね、いいですけど、一人で行った時ね、女性の方とかはもうこれ1個とか残しちゃうらしいので、なかなかね、こういうの手出しにくいんだけど、テイクアウトだとね、残ってもね、また後でお家で食べれるっていう、なんか気軽さもあるから、そういうのもいいですよね。ココチューブ！カツさん。今だいぶ冷めてきたけどね、冷めてきてもね、お肉が全然硬くなってない。味噌カツサンドが最後の一口です。残すもあとちょっと。今更だけどこのパンにカツを挟んで食べればよかったんだ。今気づいた。たっぷりアイスオーレも完食。あとはハムトーストだけになりました。そしてねこの最後のねハムトーストは難易度が高くて、ちょうど真ん中の部分なんですよ。これをねうまく食べるのがね難しいんですよね。さあうまく食べられるかな。中が出てきそう。
これ最後に残しといてよかった。すごいさっぱりしてるから。それでは最後の一口です。美味しかった。はい、ということで食べ終わりました。今回はね、好きな分だけ初めて食べるものをたくさん食べられて大満足でした。あ、豆菓子もついてきてたの今思い出したんですけど、これ後で食べたいと思います。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。どっちゃりレイドがペラかな、これはなモテると思ったのに、全くモテモテない。通販でココアのクッキーが販売されてます。ぜひ買ってね。概要欄見てね。